加賀さんです。今回の動画は TBS テレビニュース23とも柿田智也ディレクターの番組記事を解説していきたいと思います。今回のこの TBS テレビニュース23のこの記事がですね、ネットに上がってます。2023年8月17日木曜日午前6時付で、もう来ないでと言われても幼い命のために児童相談所に初めて密着して分かった児相の普段の奮闘ということで、柿田智也ディレクターという名前で出ていますので、これ、ご興味あればご覧ください。ここで描かれている内容について今回お話しします。今回の取材は世田谷区の児童相談所の話になっています。はい、この背景、こういった世田谷区の児童相談所というものがどういうところなのかという解説がないので、まあ、番組の都合上時間限られてますので、ここが特別であるということが解説されていません。そこについて解説していきたいと思います。まず児童相談所というのは都道府県や政令市に設置が義務付けられています。義務付けられています。やらされてるという感じです。児童福祉法で起きなさいと、都道府県や政令市には置きなさいという形になっています。ですので東京都にはこの置かなきゃいけない義務の児童相談所があって、各児童相談所、都が運営している児童相談所は都の職員が働いています。ちなみに千葉県はというと、この千葉県の児童相談所、市川市にも市川児童相談所、県の児童相談所があります。で、政令市である千葉市にも児童相談所、市が運営する市の職員による児童相談所があります。中核市になれば独自に児童相談所を設置することができるということで、はい、中核市やこの特別区、児童相談所を設置することができるので、兵庫県明石市、中核市、泉房穂市長、明石市に児童相談所を置いて改革しましたよね。まあ、それと同じようなことが世田谷区でやってますよというモデルケースの児童相談所の取材なんです。これはすごく良い児童相談所の部類に入るところの取材なんです。したがって千葉県のような無茶苦茶な児童相談所とは違うというところをまず念頭に置いてください。ここね。はい。世田谷区です。特別区なので任意ですよね。任意。任意ということは子供を守るという気がある。そういうことですよね。兵庫県明石市のように子供たちを守るんだという強い意識の上に設置された世田谷区の児童相談所のお話です。この柿田智也ディレクターは児童虐待や子供の貧困問題、そういったものを取材している方です。そういった方であれば当然こういう良い児童相談所のモデルケース、取材をするというのはまあ、すごく自然です。今回初めて密着してここの児童相談所の実態が分かったというところです。ここが分かっただけで千葉県のひどい状態が分かったという話ではありませんね。児童相談所を責めないでというようなメッセージが込められているようですけども、ちょっと待ってください。確かに世田谷区は他よりもうまくやってるので、ここの職員を責めるのは違うと思いますけれども、じゃあ千葉県の運営のひどさはどうなんだというところは触れてません。そういったところで公平性に少し欠くのではないかと。関西テレビさんの今児童相談所を考えるというような児童相談所の問題点についても触れる、両方を対比させるのが公平な報道だと思います。テレビという公共の電波を使っている以上、公平性は非常に重要だと思います。子供が正しく扱われているのか、この千葉県のひどい事例と今回の良い事例、比較する意味でもこの世田谷区の比較的良いモデルケースを知る上で今回の内容を見ていただければと思います。はい。うまくいっているというような感じは、まずここ、世田谷区の児童相談所、ね、児童福祉法で規定される児童相談所、強い権限を持つ児童相談所、これ区の職員でやっていて、さらに区の職員で運営する、同じく運営というか区の職員である子ども家庭支援センター、こことうまく
業務を分担してるんです。連携って言ってますけど、要は分担ですよ。実際子供の訪問とかそういった支援とかそういったものをこちらの方に重点的に置くと。児童相談所はあくまでも重要な判断、親子分離ですとかそういった緊急性のある対応、ここの判断を任せられる非常に重要なポジションですから、そういった子どもの支援とかそういったものは区が中心となって、子ども、親、地域密着、そういったことをできるように区の職員がこうやって支援できる、一貫的にサポートできる体制が重要だと。そして、こういった形で区でしっかりと運営しているので、職員の質も高いと。意識レベルも高いというところですよね。これは運営が比較的うまくいっている特殊事例です。これはもう兵庫県明石市と通じるところがありますよね。明石市も中核市となって、独自に児童相談所を運営して、同じように市の子ども支援とワンストップサービス、連携して、おむつの、ね、お届け便。あれも支援する人間が、おむつ、紙おむつ、かさばるおむつを持って、直接お母さんのところに行って、ドアを開けてもらって、どうですかというお話を聞けると。そう、支援員がおむつを持っていくというところで、この一貫的支援を完成させたというモデルケースですよね。ここが最高のモデルケースですけども、そこに近い形になっているので、比較的まともになっているというだけで、千葉県とは雲泥の差というところです。市川市は、この千葉県の児童相談所によって子どもたちや親御さんたちが苦しめられている状態。それを今回、柿田智也ディレクターのこの報道では、そういったところは全く触れられていないと。児童相談所は頑張っているというイメージしか与えないので、これは公平性を欠くと多賀さんが言っているところでございます。はい。で、実際、今回の報道で、藤林武史センター長のこの連携すべきだというところを触れております。この藤林武史さんも、結局はこの兵庫県明石市に、この西日本子ども研修センター明石、この泉房穂市長時代にこれが誘致されて、西日本子ども研修センター明石が明石市に、設置されたわけですよね。そのセンター長に藤林武史さんがセンター長に就いたということですけども、この方もすごい方で、精神科医の先生なんですけども、福岡市の児童相談所の所長の公募に応募して所長になって、福岡市のひどい状態だった児童相談所を比較的まともに改革した経験をお持ちの方です。その方がこういった西日本子ども研修センター明石のセンター長をされているという状況でございます。こういった流れですから、確かにこういった明石市や世田谷区のように地域密着で子どもを支援する体制と児童相談所を同じ指揮命令系統に入れることは効果的であるというのは間違いないわけですよ。市川市の事例を挙げてみると、いくら千葉県の児童相談所が連携と、ね、口には出しても、実際は市川市の職員、指揮命令系統は田中甲市長の命令系統で動いている市川市の地域密着の人たち、児童相談所の県の職員、じゃあ田中甲市長のこの指揮命令系統である、市の方針に従いますか？従わないですよ。連携ですね、あくまでも。県の立場で。県だと。上から目線ですよね、逆に。という形で、連携どころか上から目線で、やれ！それじゃ、同じ土俵で職員たち、対等に連携できないですよね。できるはずがないんです。だからめちゃくちゃだと。千葉県の児童相談所の運営はめちゃくちゃだと。職員も応募しても応募もしてこない。当然ですよね。こういったところに応募したくなりますよね。本当に子供たちを救いたい。そういった職員はきちんと自分の力を発揮できる。そういった自治体に応募しますよね。千葉県なんかに応募しないですよね。こんな状態じゃ。早く改革してくださいと。ね。千葉県は平均で75日間、
子供を拘束していると。ね。千葉県の児童相談所は子供を傷つけての言い訳です。言い訳ばかりですよね。法律で原則2ヶ月以内とされているものを平均で75日。平均で超えてしまっているのに対して、達成できないことに対しての言い訳ばかり。実効性のない言い訳ばかり。やる気がないとしか思えない。そういった言い訳ばかり。その言い訳の陰に実際75日で子供が傷ついている。ここを無視したこの千葉県の対応。ここが全く見えない今回のニュース2023。垣田智也ディレクターのこの報道。うまくいってる事例の一端を児童相談所職員の典型的な仕事の対応だと思わないでいただきたいです。苦しんでいる児童相談所職員が千葉県には多数おります。千葉県の児童相談所の職員苦しんでおります。こういった比較的うまくいっているケースを見た上で千葉県が何をすべきか、こういうひどい児童相談所をどう改革すべきか、職員からも訴訟を起こされているこの千葉県、元職員から訴訟を起こされています。市川児童相談所の元職員から、ひどい対応、ひどい待遇、そういったもので訴訟を起こされているわけですね。こういったひどい状況を感じさせない番組作りは、ちょっと公平さを欠くのではないかと、高さんは感じました。今回の TBS テレビのこのニュース23記事、リンク、貼っておきますので、コメント欄に入れておきますね。この TBS テレビニュース23の記事、ネットで見れるようになっておりますので、今回の記事、見ていただいて、児童相談所のイメージアップにしかつながらない、こういった記事は行政に忖度している形になってしまうのではないかと思います。はい。垣田智也ディレクターも悩んでいるのだと思います。おそらく、こういった千葉県のようなひどい事例を報道しようとしても、行政に忖度する上の方たちが許可しないのだと思います。許可しないと思います。こういった行政に忖度する児童相談所はよくやっている。そういった方針でなければ上は許可しないと思います。これが日本の報道の実態だと思います。テレビという公共の電波で国民に正しい情報を伝えない。これが今の日本の状況です。日本はこういった報道の統制が未だ続いております。YouTube などでしっかり正しい情報を得てください。間違った情報もたくさんありますけども、正しい情報もネットにはあります。正しい情報を見て、正しく対応していただければと思います。児童相談所をこういった形で改革しなければいけない。こういった連携が全くできていない児童相談所が身近にある。千葉県にもある。それを知っていただいて、特に市川市、早く中核市に昇格して、世田谷区と同じように、市の職員が連携して児童相談所を救ってください。市川市民を救ってください。市川市の苦しんでいる親御さん、子供さん、そういったものを連携して救えるように、市川市もなんとか変わっていただければと思います。はい。以上です。皆さん、ぜひ見ていただいて、TBS にご意見等を出しましょう。以上です。ではまた。タカさんの動画は切り抜き大歓迎。登録、いいね、拡散にてご協力お願いいたします。そうすればこの公務員による子供への傷つけ、それを助けることで多くの子供たちが救われます。5人保護マニュアル Amazon で発売中です。よろしくお願いいたします。あなたのお子さんも些細なきっかけで調査と称しての長期拘束、千葉県ではなんと平均75日に達するというような事態になっております。子供がこの千葉県の児童相談所の一時保護により深刻な精神的ダメージ、心身ともにダメージを受けているという子供たちからの報告もあります。